皆様、ご機嫌いかがでしょうかおじいちゃんだよ。<laughs> えー、投資系 YouTuber、そして、えー、チャートアナリストのラジオヤジですえ。今日は11月20日月曜日になりましたね。えー、現在時刻10時半を回りました。ラジオヤジのタイトルは、オヤジラジオ。<laughs> ラジオヤジのオヤジラジオの時間がやってまいりました。 時間がやってまいりましたっていうか、あの、動画再生し始めた時が、親父ラジオの時間なんでね。まあ、YouTube の動画便利だよね。自分の見たい時に見れる。で僕は今、ドラマとか見るようにしてるんですけど、えー、あの、TVer とかもね、安心してるとさ、消えてるんだよね。で、嫌なことに、1、2、3があって、 4が飛んでるとかいう状態になってくると、これ全部見れない状態になってくるから、そういうような感じになってくるんで、ね、ちゃんとこう、なんだろうな、あれ、ちゃんと、はい。<laughs> もうちょい保存しといてほしいけどね、まあ。えー、ということで、YouTube の動画はね、消えることはないし、普通。ね、いつでも見れるっていうのがね、いいよね。はい。えー、今日11月20日24回、ラジオ維持のオヤジラジオ。 YG ラジオはラジオイジの雑談とお金や投資の情報、特に場中のね、えー、株価動向なんかもお話しする動画です。今日は、まあ、昨日からね、えー、音楽制作の準備を、えー、今度は本格的にやってみようということでやっておりましてね、昨日はラリージャパンで、えー、ラリーカーがゴーンと爆音を上げて、えー、オラッチの村を走っておりましたが、今日は一点 非常に静かな、いつもの風景に戻っております。昨日のあのにぎわいは何だったんだっていうね、今日はもう本当、もう家の周り人いない、いない、昨日はすごい人だったのに、今日は人がいないっていうね、この落差。さて、えー、今日は11月20日第24回の、えー、親父ラジオでございます、えー。復帰してもう2週間、3週間ぐらい、もうすぐ1ヶ月ですかね。 絶好調でやっておりますがちょっと疲れは溜まってきた感じはするけどねまあでも何て言うかな精神的には大丈夫かなっていう感じですねメンタルは大丈夫っていう感じですかね今日のテーマです、えー、株場中速報日経も日経平均も朝倉未来も頭打ちなのか日経平均も朝倉未来も頭打ちなのか あ,あまり格闘技に興味のない方は朝倉みくる、あ、でも YouTube で朝倉みくるは有名だから、YouTube 見てる人はみんな知ってるかなと思うんですけどね。格闘家の朝倉みくるさんが昨日試合をやりまして、まあ僕は、えー、結構迷ったんですけど、4800円、<laughs> 4800円のチケットを買って、えー、見るか見ないか迷ったんですけど、 まあ前回、メイメイザーと戦った時に8000円ぐらい払って見たんだけど、まあ2分ぐらいで終わっちゃう。で、その終わるのはいいんだけど、その瞬間に立ち会えるのはまあ楽しいんだけど、すぐさ、YouTube でさ、終わったしもう直後ぐらいからさ、試合結果とかわーっと YouTube とかに流れてくるわけよ。この8000円払った価値ってあったのかなっていうふうに思ってさ、で今回、えー、もう見たかったんだけど、えー、まあ、 どうしようかなと思ってるうちに時間になってしまいまして。で、結局だから今回も、えー、終わってすぐ、もうね、えー、そんな時間経たないうちに、もう、えー、試合とかね、試合の結果とかが YouTube とか Twitter とかでも流れちゃうんだよね。あれはまあ、違法なんだろうけど、まあ、だけどさあ、あの、昨日も言ったけど、格闘技、ただでやってくれよなーっていうふうに思うんですけどね。<laughs> ただでやってくれよな。 思うんですけど、で、朝倉未来が、まあ、負け、負けましたと。しかも、まあ、なんていうか、悲惨な負け方っていうか、ちょっとびっくりするぐらい、えー、簡単に負けてしま、まあ、簡単に負けてしまったっていうね。そのあたりをちょっと、うー、ショックを、ちょっとショックを受けましたね。はい。そんなところをちょっと話していきたいと思います。で、いつものダラダラの雑談も入って、 来るということで、えー、適当に役に立つところだけ見てお,き見ておいてくれ。<laughs> 適当に役に立つところだけ見ておいてくれ。さて、アメリカの長期金利が低下の動きということで、まあ、今日もね、日経も調子いいと。で、えー、その割にはドル円はあんまり上がらないんだけどね。で、今年はいわゆるブラックフライデーっていうね、えー、セールになってるんだが、えー、これがあまり盛り上がらないんじゃないかっていうことで、将来の経済、 に不安を抱いている人が多く、贅沢のものには消費が向かわない傾向があるようだっていうような報道がありました、えー。これについてどうなんだろうと思うんですけどね。まあ、えー、アメリカの長期金利の低下はまあ、結構物価が落ち着いてきたし、金利も上げるどこまで思いっきり上げたから。あとは金利は下げるしかないっていうね。動きになってきてるんで。かといってね。あの相、うん、場をずっと見てきた。立場から言うと。 じゃあ、まあまもちろん金利が上がれば株は買えないんですよ。だけど、じゃあ金利が下がれば株が上がるかっていうと、それもね、そうとも限らないんだよね。<laughs> だから金利が下がるから株は上がるっていう感じなんだけど、じゃあ金利が下がれば株が上がるかって言ったら、そうでもないんだな。でだって今結構高いから、結局だからあの米国債とか買っとけば結構儲かるわけじゃないですか。 で、あとドルを買うだけでもね、金利がついてくるし、そういう意味では、えー、金利を簡単に得られる状態なんで、えー、金利、高金利のメリットを得るのが楽な状況なので、株をあえてリスクを取って株を買う必要があんのかよっていうことで、だから今、よくあの多分銀行系の勧誘なんかではさ、おそらくですけど、あの、米国債がいいから米国債買いませんかって言ってくると思うんだよね。 で、銀行の勧誘っていつもそうで、今目の前いいものを進めてくるんだよね。で、悪くなるんだよ。<laughs> そうのと今目の前で瞬間的にいいものを、いやー、今米国債がいいっすよとかね、えー、外貨預金がいいっすよとか言ってると思うんですけど、それは目の前の話なんでね。契約して運用し始めた頃には悪くなる可能性も高いわけですから、なかなかね、えー、株も投資もね、 これっていう確実なものはありません。ねブラックフライデーって言うと僕なんか音楽やってるんだけど、音楽のソフトがさ、ブラックフライデーの期間になると、普段の10分の1とかね、ひどいものに至っては100分の1ぐらいになるんだよね、値段が <laughs>。で、いつも4万円とか5万円の、えー、この高いソフトが、ブラックフライデーの期間には3000円とかさ <laughs>。 おいおいみたいな。だからブラックフライデーで買うしかねえよみたいな感じで。で毎年そうだからブラックフライデーで買うんだけど、まあ変な感じ。で僕は、僕もあの、えっ、ー、と、チャート力学っていうソフトをね、開発して販売してますけど、うちは割引販売は一切やらないですね。ねええー、こ例えば、あとは、この日までに買うと安いとかいうのも、まあ、あの、安いっていうのはやらないですね。この日までに買ってもらったら、 まあ、例えば今度バージョンアップしますけど、バージョンアップするときに、まあ、あの、ユーザーさんの期間を区切ってね、最初に応援してくれた方には今度のバージョンアップは無料で提供しますけど、そうじゃない方、その後の方の、ここまでに買われた方には、ちょっと優勝でってことになったりするわけなんですけど、まあ、そのあたりね、ソフトって結構そういうバージョンアップをどう扱うかって結構め,めんどくさい部分があるんですけど、 僕は、あのー、えー、いつまでに買ったらどうだとか、今この、えー、すぐ番組を聞いてすぐお電話いただいたあなただけにって大嫌いですよね。大嫌いですよね。ああいう商法、ああいう売り方をする、あのー、通販はもう利用しないっていうふうに、僕は一応決めてて。まあ、例えば有名なね、えー、通販の会社でも、まあ、今日だけとか。<laughs> 明日を、明日までとか、やるじゃない。あれ嫌いなんだよね。要するに、お客さんが、えー、しっかりと商品を買うかどうかを、え吟味する時間をお客さんから奪う。お客さんが考える時間を奪って、お客さんがいい加減な判断をするように、え迫るわけだよね。あと、あと1時間しかないよ、みたいな。で、買うの、買わないのって言ったら、じゃあ、じゃあ買うよってなるじゃん。 でそうやって売,る売りつけるっていうのは僕は嫌いなんですよね。だし僕はそういう売り方してる通販はもう嫌いなんで、そういうのはもう基本は買わないんですよね。そういう売り方はやめろっていうふうに思うんですけどね、僕はね。ちゃんと考えて、ね、やらなきゃう、あの、売らなきゃね、考えさせて、考えてもらって販売するのが大事でしょと思うんですけどね。 そうじゃない販売があるんだけど、こブラックフライデンもさ、まさにその <laughs>、あと、あと3日だよ、みたいなね。で、えー、まあ、では、10分の1の値段で、その後10倍に上がるみたいな、まあ、とんでもない売り方をさ、音楽ソフトとかしてるんだよね。まあ、これはちょっと特殊だと思うんだけど、だからなんかね、ちょっと複雑なんですけど、そのブラックフライデンもそういう期間限定の商法なんですけどね。 でも、音楽ソフトはね、そこで買うしかないから、僕は買いますけどね。<laughs> 今,言い今,あの今言ってたのと、ちょっと、あの話は違う、違って、矛盾して聞こえるかもしれないけど、実際10分の1なんで、ブラックフライで。10分の1とかさ、100分の1で売ってるから、もうここで買うしかないんですよ。だから、ここでしか買えないっていうね、音楽ソフトはね。だけど、まあ、普通の通販の中でね、よくあるのは、あと、あと1時間以内にね、注文してくれた方には、何々つけますよとかで、ね、ああいうのは、 嫌いっていうことでね、お客さんからこう考える時間を奪うっていうね、ああいう売り方はあまり好きではないと僕は思いますけどね。ああいうふうに売ると大体クレームが、ってか後でね、金返せとか言い始めるんだよ。<laughs> 十分に買わず考えずに買った人が、おいちょっとやっぱりやめるわって言い始めるんだよね。だからそういうトラブルにもつながるんじゃないのと思うんですけど、まあいろいろ なんなね、えー、思惑があるんでしょうが、ブラックフライで今年は盛り上がらないという話で。えー、親父の微暴録に行く前に、ちょっと今日の投資情報をちょっと見ていきましょうね。えー、ニュースやりましたけどね。日経平均の動きからちょっと見ていきましょうかね。えー、日経平均、ちょっと出してください。はい、チャートが出ましたかね。今動いてますかね。ちゃんと、お、ちょっと落ちてきたぞ。時間はどう時刻どう今、ちゃんと。 入ってるかな十時42はい。入ってますね。はい。い、えー、てことで、あー、今日ね、今、この頭打ちカーっていうのを作ってる段階では、このパネルを作ってる段階では、この辺に行ってたんでね。それがこうなってきてますけど、結局、今日ね、実は、ちょっとあのー、金曜日の動画の時にもうちょっと細かく言っておけばよかったかなと僕は思ったんだけど、えー、実はですね、 えー、今日の33,853円、これ日経パネルですけど、は売りシグナルなんだよ。今日の高値ね。33,853円は売りシグナル点灯レベルなんですよ。え、えお前先週末に33,900円って言っただろう。確かに33,900円が売りシグナルだよって言ったんだけど、いつも言ってるけど、これ100円刻みでやってるんだよね。で 金曜日に確か細かくやらなかったんだよな。33,800円はシグナル出ないんだけど、33,900円でシグナル出るから、ここが売りシグナルって言ったんだけど、実は33,850円でも売りシグナル出るの。ギリギリ出る。で、今日は33,853円っていうね。で、ここが高値だったんですけど、で売りシグナルが出た。ですよね。一瞬場中に。 そして、その売りシグナルが出た後に、今、えー、調整が始まってますね。で、まあ、でも調整始まっても3万3700まで行ってるから、結構ね、僕は3万3500円で今、えー、シミュレーション売買ですけど、売ってるので、2万円ぐらいの、10ロットで2万円ぐらいの損が出てますけどね。まあ、ビビったる損ですけど、まあ、こうやって始まっていくんだけど、だんだんね、逆に持っていかれて、 えー、10ロットが20ロット、30ロット、50ロットって増えていくと、どんどんそして増えていく中で、マイナスがどんどん膨らんで、手の内容がなくなるっていうようなことがあるのでね、今日ごめんなさい、ちょっとガラガラ声ですけどね、今浮き抜けなんで、えー、ガラガラ声なんですけど、えー、で、そういうことがあるわけですけど、ね、えー、まあ今は大してマイナスではありませんが、 こういうロうソクね。これ今今日、えー、このまま終わるかどうかわかんないけど、もしも、こんな感じで、ね、上髭陰性みたいなのがついて、5MA にこう迫って終わるようなことがあった場合には、ですね。ちょっと拡大しますけど、こんな感じで終わった場合には、明日以降調整がこう入る可能性が高くなってきます。で、今日今こんな感じだけど、もう一回上に行って、えー、上髭は残すものの、上髭ってここね。 上についてる、こういうやつ、上髭って言いますけど、上髭は残るものの、陽線、陽線っていうのは上昇を表す白い線ね、僕のチャートで言えば。白だったり、グリーンだったり、赤で示す人もいるし、まあ色はその人の好みなんですけど、僕は白黒のチャートが好きだから、白黒でやるんだけどね。こういう風に行った場合は、まだ上に行こうとする余地が残るんですけど、あ、これ日経平均のあれでやってたわ <laughs>。あの、 一5 70で今見てたんだけど、もう残るんだけど、こう、行けば、こう行けばね、それが残るんだけど、上昇期待がまだ残るんだけど、こう来た場合には、まあちょっとこう、下がる。で、こういうふうに5円目を割り込んで、こんな感じで終わると、まあかなり濃厚に、明日以降の調整が、調整色が強くなる明日以降の動きが鮮明に来るんじゃないかと。まあ、だから、 いい要素は今、えー、要するに金利が頭打ちになったよってことだけなんだよね。で、それに対してまあブラックフライであんまりアメリカもね、高いもの売れないから安いおもちゃを用意して、えー、いるよって出て,てアメリカ情けないな、あんなこと言ってるようじゃ。アメリカはもう余裕越しのお金は持たねえで、ね、で、ガンガン使っちゃう国なんですけど、借金してでも物を買う国なんですけど、 酔い越しの金もねえのか <laughs> っていう感じになってきてるんじゃないか。そんな感じですよね。それで、こんな動きなんで、えー、こういうことになりますと、こうなるよっていうことで、ちょっとそれがあり得るかなーっていうね。そんな、えー、今日の値動きでございますので、えー、頭打ちに日経平均がなって、まあ僕ね、これだから、 えー、これ作ってる時とか、始めた段階でまだこうなってない。こう、これぐらいだったからね。だから、ちょっと後打ちの情報が見えてきたぞっていうふうに思って、この、これを作ったんですけど、えー、それでなってきましたよっていうことです。だから当たったからって自慢してるわけじゃないですよ、別に。あの、まだわかんないからね。<laughs> 今、今そうだけど、まだわかんない。まだわかんない。こういうローソーが出たら、やばいっていうことで。だから、前から最近ずっと、うっとけ、うっとけ、 売っとけ、売っとけって言ってるんだけど、まあ多分売ってない人多いと思うんだけどね。そうだそうだ、もしかしたらちょっとね、今週後半は、前から言ってたみたいに、今週後半はちょっとね、周期的に、どうしても、こう、一回調整が入りやすい周期だから、時間的な周期ね。なので、えー、それからするとさ、えー、ちょっと、あり得るよっていうことですね。はい。そんなところはちょっと、日経平均はね、 注意しておいてください。さて、今日、レーザーとか、えー、いろいろ。このあたりも。まあ、ちょっと今日、なんだ、トヨタが調整してるね。東京エレクトロンも調整だね。このあたりは、まあ、ウッド系のね、あの、波形のチャートなんですけど、東京会場がスコーンと上がってるけど、嬉しくなる。これは、東京会場とかどうなんですかね。これ、高いね。こうね、こう保険とか銀行の高いこと。 行きすぎやろと思うけど。パーナーは何かいい材料も出て、俗伸とかなんか出てたな。パーナーは何だえー、どっかに出てたけど、こうやってバ中チューに喋りながらつつ、あのチェックしたニュースを思い出そうとすると分かんなくなるっていう。何か、何かが出て、出て調子がいい。バンクは、えー、上がってきましたけど、まあこれさ、 あの、25円目まで来てるから、まあ大体これでもう戻りいっぱいだよ。もうちょいかもしれないけどね。この、このライン、えー、と上、上で抑えるこの、このラインね、上で結んだこのラインに、まあほら、到達しそうになってるから、まあこういうライン引くとさ、いかにも、こう、この後ね、ここで止まりそうな気がするけど、そうは限りません。こんなラインはいい加減なもんでね。こんなもん引いたってしょうがない。<laughs> 引いたってしょうがないぐらいのラインなんだけど、 だけど、まあ、そういう、今までの動きの傾向はこういう感じだから、この辺からやっぱりね、あの、チャートを読んでる人たちは警戒してくるわけ。で、しっかりトレードやってる人たちは、だいたいチャート読んでるから、そうするとこの辺からちょっと、売っといた方がいいかなーってみんな思い始めたりするんだよね。だから、そういうところで。まあ、今、機械がやってるけどね。<laughs> でも、そういう機会にも、そういう人間の心理を織り込ませてあることを多いから、 で今日の、えー、値下がり銘柄ちょっと場中なんで見ておきますけどね。値下がりは、急落銘柄ね。これがほとんど、えー、っとね、急落銘柄があんまりなかったんだよね。これはね、なんで急落銘柄ないかっていうと、まあ僕の場合は前時、前日比5%よりも、帰り、帰りじゃないや、えー、株価の比率、終値、ね、終値と今日の現在に比べたときに5、5%より下がっている銘柄を、しかも、えー、売買代金5億、 で、切って、それうち小いのは出さずに出してるわけよ。そしたらほとんど値下がり銘柄がないね。<laughs> 値下がり銘柄がねえぞっていう。要するに今日まだ調子いいんだよね。まあこの後ちょっと出てくるかもしれないけどね。5%より下げている銘柄がない。うん、なんと強い相場でやろうか。で、今度5%より上がってる。こっちはね、5%より上がってるっていうね。これも5億円で、売買代金5億円で切ってるから、 あまりマイナーな銘柄は出てこないんですけど、旧統銘柄は、えー、こんな感じでアルメディオ、パッソンなビアとか、この辺で、ね、ちょっとだから、この後、あの、相場がちょっと陰ってくるって考えたら、こういうあたりからちょっと、付き足とか日、付、え、き、ー、足とか週足の弱いやつをさ、えー、空売りで入るのも、多少はか、可能性があるかもしれない。宝売りは危ないから、やらないようにねとは言ってるけど、ちょっと可能性はあるかもしれない。空売りはね。 可能性あるかもしれない。そんな感じですかね。はい。えー、このあたりはだから、9等銘からね。可能性あり。あ、空売りをや、空売りで勝てる可能性あり。空売りは推奨しませんけどね。まあ、やりたい人はやってくれっていう話。だからまあ、推奨しないって言ったってさ、あの、個人の自由だから。わ <laughs> かってると思うんだよね。空売りやるぐらいの人たちは、今の相場唐織はあまりよくねえな。 だけどやりてえなっていうことでしょうから、そういう場合はやりゃいい、ええー、と、思いますけどね。土足銘柄。ちょっとあれさえ見ながらいきますけど、土足銘柄が、えー、今日出てるのが、えー、下げすぎ銘柄ね。場中の下げすぎ銘柄。えー、国債の ETF と中西とオンツオンツはまああまり良くないから中西がまあ、えー、唯一検討できるかなと思うんですけど、 国債の ETF ってやつは、これはね、あの、ただただ下げ続けてる銘柄なんで、これ月足ね。買わないようにしてください。これは、あのー、やらない方がいいです。これはもう、見ない。<laughs> 見ない。見ないようにしてください。これ除外したいぐらいなんだけど。7716中西。これは月足がこうで、 まあ、付足いい感じで上がってる中の調整ですよと。週足から見ても寝ごろ感が出てきてるから、まあ、2400とかね、2400円ぐらいのところは、買いが検討できるんじゃないかということで、ライン引いてありますけど、それに接近してきてる動きで、まあ、ちょっと何とも言えないけど、これ確かなんか悪材料出てた気がしたな。だから、何とも言えないんだけど、まあ今日も寝動き悪いから、 何とも言えないんだけど、寝ごろ感は相当出てきてるから、この銘柄を愛している方、愛している方は買いを検討してもいいんじゃないですか。と思うけどね。どうですかね。土こね。だから土天井。こっちは空売りの候補だよね。えー空売り、メカあの、スタンダードは空売りできない銘柄がほとんどだと思いますけど、スタンダードグロースはね、空売りできない銘柄がほとんどだと思いますけど、 えー、まあ持ってる場合は売り。で、えー、プライム銘ー柄で、えー、空売りやりたい人は空売りへ検討。パソナはちょっと、まあどうかな、なかなか難しいけど、これ、まあ僕がもし株をアクティブに、えー、アクティブに、バンバンにやっている場合だと、えー、これは売る、売る、空売りを考える可能性がありますね。はい。 えー、ジャパンレスキュー、日本マイクロニクスなどですね。はい。<laughs> ちょっと今ね、卓球便さん来てて <laughs>、ちょっと今、卓球便来て,て今、ボリューム大丈夫でしたから絞って。っそこに置いてってくださいって言ったんで、ちょっと卓球便が来てる <laughs>。えー、6618。 これはね、はい、今、エンジンの音がか、もう軽やかに。卓球ビーンん。今日はだから、あの、あれなんだよ。えっ、ー、と、ミキサーとか多分来たんだよね。楽しみですね。音楽用というか、弾き語りの動画を作るためのミキサーが来たから、ちょっと楽しみです。小型のデジタルミキサーが4万。<laughs> めっちゃ安いっていう。びっくりだよね。こんなちっちゃい小型のデジタルミキサーが4万だよ。デジタルだよ。<laughs> 昔は100万しましたからね。しかも、その僕100万のデジタルミキサー昨日買ったって話したけど、その100万のデジタルミキサー買って、音が悪くなる <laughs> デジタルミキサーだったら、ミキサー通して音が悪くならないはずなのに、音が悪くなるんだよね。今から考えたら、サンプリング周波数が大したことなかったんだろうね。だから、そこまで、その時はデジタルの知識もなかったし、デジタルだからいいじゃないのって買ってみたら、 良くなかった。あんまり良くなかった。それ売っちゃったな。<laughs> 売っちゃったよ、あれ。確か。そう。えー、ヤ,ロヤマハの 01R、えー、だっけ違ったっけなんとかっていう、01とかいうミキサー。出始めのデジタルミキサー買ったん。今4万で買える。ふざけるな <laughs> あ。この辺は露天井、エルスナビ。こういうのはね、MBO とか TOB だから関係ないと。ラックス、メネッセも。 ねえ、あれですよね。シミック、MBO で、上場廃止だね。レオパレス、えエヴァラ、東京エレクトロン、グローバル、アダスリア、スタントラック、この後あたりが、今、場中で、めっちゃ高い、えー、と天井銘柄ということになっております。えー、ということなんで、この辺はね、空売り検討ができるという銘柄群ですね。そんな感じです。 まあこんなところが。で、場中の買いシグナル店頭銘柄はオープンハウスだけ。これはかなり下げてきましたね、オープンハウスね。かなり下げてきまして、場中。まあ、4000円がラインで引いてたんだけど、まあこんだけ下がってくると、まあ4000、4400円か。がラインで引いてたんだけど、まあ4000円まで下方修正しなくちゃいけないかなっていうぐらい。チャート悪いけど、これ場中買いシグナルね。これ消えるかもしれないから、場中出てる買いシグナル。 バチューの売りシグナルは、こんな感じで、268パソンダーね、空売りしたいって言ってた僕がやってれば、マイクロニクス、68716254マイクロサイエンス、3923ラックス、リンカードモチベーション、レオパルスなど、フ、え、ォ、ー、スター,、えー、エバラ、三井海洋とかね、このあたりがバチュ売りシグナル点灯です。まあ空売り検討してもいいんじゃないかなとは思うんだけど、えー、周期的にね、 この後ちょっと一回日経かけると思うんだけど。で、今日も売りシグナルまで上がってないところが、ちょっと日経まあまあ弱いかなと僕は思ってるんですけどね。えー、どうでしょうね。この辺バッチ売りシグナル。上の方にあればあるほど売りシグナルの下げの幅がでかい。これは帰りで並べてるから、えー、下げの幅がでかいってやつですね。あ、上げの幅上げの幅がでかいってやつですね。上の方にあればあるほどね。 ぶっ飛んで上がってるやつだから、上の方にあればあるほど、まあ空売りやりたい人は、やれるかもね。かもね。でも怖いよっていう話ね。えー、それから、3指標重ね合わせ分析のトリプル解析のいが結構出てて、えー、東洋炭素、九州フィナンシャル、K&O エナジー、ロート薬あたりは、 トリプル解析の回ってことで RSI が下がり、帰りも下がり、ストキャス2回シグナルが出ているぞっていうこんなあたりね。は、えー、3指標重ね合わせの回が出ているので場中ね。五、えー、番、えー、お昼頃にこの動画アップしますので5番参考にしてください。3指標トリプル解析の売りは出ておりません。以上、えー、株の情報でした。この後は、えー、この後は、えー ラジオジの雑談コーナーということでね。はい、<laughs> ここまででもう、えー、相場しか興味ない方は、バイバーイ。えー、離脱していただいて結構です。さて、えぇ、ー、なんていうかさ、やっぱり、あの、動画もそうだけど、見る人のためにあるわけだから、<laughs> やる特に僕のこの動画なんて、今の投資情報はさておいて、 この後の僕の雑談なんていうのは皆さんには全く関係がないことが多いからだから本当にねえまあそういう意味でわがままな話でございましてえ雑談コーナーに行きたいと思いますこの後はねだからもうちょっと準備が整ったらこのえ雑談コーナーとこの株の間に音楽流してもいいかなと思うけどでもそれもな <laughs> やっぱり最後だろうな、と思うけど。でも、それもな時間もったいない気がするしな。どうしよう。えー、弾き語り形式で歌を量産するっていうのを今ね、やろうとしていて、今日今、えー、マツさんがデジタルミキサーを多分持ってきてくれたんで、それを使ってちょっとやってみる。今日からね。えー、歌の動画を量産できる体制、そして、 できた歌の作品を最速で YouTube にアップできる仕組みを作らなきゃっていうことが、これがね、今の目下の僕の喫緊の課題ですで。落書きを毎日やるっていうんで、絵を描こうっていうんでね、昨日あの、えー、絵本作家のゴミ太郎さんの ETV 特集 ?ETV 特集、e、NHK のね、えー、をちょっとアーカイブで見てたんですよね。あの、録画しようと思って忘れちゃって土曜日だったんだけど、で、見えなくて、ああ、しまった、見えなかったと思って、 今 NHK プラスで結構そういうの見えたりするから、もしかしてと思って ETV、ETV 特集っていうので検索したら、ゴミ太郎さんの番組に出てきて、ゴミ太郎さんの、えー、絵本作家のね、1時間ぐらいのドキュメンタリー見せていただきまして、大変参考になりました。あ、あのー、ゴミ太郎さんってすごい自由気ままな絵本を書く人ですよね。で、えー、いろいろ言ってたんだけど、 えー、たとえば、ま、いろいろ、あのー、印象に残ったんだけど、ちょっとゴミ太郎さんの話しようかな。えー、今日のテーマで、ゴミ太郎さんの話。ゴミ太郎さんの話。ETV 特集ね。これちょっとやろうかなと思うんですけどね。で、えー、っと、今、今思いついたんだけど、それで、あとは、だから、えー、美貌録としてはいつものように、こんな感じで、えー、 やろうとして。これはちょっと変更するかもしれないですけどね。この辺はやろうと思ってんだよね。これはやりたいです。で、この辺はちょっと今やろうとしているという。で、締め切りもね、まあ、あるんだけど、まあ、締め切りもちょっと、えー、最近あんまり、あまりお見お見せしてないんだけど、それはあるはあるんだけど、まあ、それはさ置いといて、えー、ゴミ太郎さんの話。で、ゴミ太郎さんの e t b ETV 特集、V。<laughs> 私を見て、えー、思ったのは、ゴミ太郎様気ままな絵本を書く作家さんなんだけど、それで、僕も絵本っていうのを昔から作ってみたくて、とこれからやってみようと思ってるんですけど、それで、えー、彼が言ってたのは、えー、日本人っていうのは、小学校の時には中学校を目指して頑張れ。で、今は頑張れ。<laughs> で、中学校になると今度は、 高校を目指して頑張れと。今は楽しみとか置いといて、まず頑張れ。今頑張れと。高校入ったら、ね、高校入るまで頑張れ。で、高校入ると今度は、大学入るまで頑張れって言われて。で、大学入ると、今度は就職頑張れって言われて、就職すると今度は仕事頑張れって言われて、一生、その、先のことで今を犠牲にしてしまって、今を生きている人が少ない。 これ、ゴミ太郎さんの言葉ね。今をなんで生きないのか。今が一番大事じゃないのか。今を楽しめないってなんだ。そんなんで生きてるって言えるのか。みたいな話を、ゴミ太郎さんってすごい声が低いんですよ。<laughs> これぐらいですかね。もっと低いかもしれませんが、すごいいい声なんですよね。ゴ <laughs> ミ太郎さんって。で、まだ ETV 特集って NHK プラスに残ってんじゃないかと思うんで、 興味のある人は見てほしいんですけど、そのゴミ太郎さんがそういうことを言ってて、なんで今を生きないんだね、今を生きなきゃいつ生きるんだで、そういうい、今、今楽しまなかったらいつ楽しむんだというような話をしておられて、ああ、そうだよねと思いました。僕なんかでも、僕なんかでもやっぱりね、そのずっと仕事をやってきて、で、いつか創作をやるんだ っていうね、イメージでやってきて、今を犠牲にしてきたんだよね <laughs>。それで、えー、っと、えー、なんていうか、限界来て、まあ、7月に。まあ、僕の場合はね、実際は、その、今みたいなこういう動画やりながらも、クリエイティブな活動をすることが理想だから、で、それをやり、それがやりたいことなんで、まあ、ほぼほぼは、あの、やりたいようにやってたんですよ。僕は嫌いなことはできないし。 ほぼほぼやりたいようにやってたんだけど、ちょっとバランスが悪くなったんだよね。で、今は同じようなことやってんだけど、違うんだよね。内容が。で、だから、なんて言うかな。今は、やっぱり今が、今を、今は今を生き、生きれてる感じですね。だから、あの、結構満足感があるんだけど。で、ゴミ太郎さんの話で、その、えー、今を生きるべきって話と、あとは、 えっとね、幸せになりたいっていう話と、先生はいらないって話と、この3つ言ってなんですよね。この3つが僕の、あの、あとは何て言うかな、あとはそのやっぱり、え自由気ままな創作を、で遊ぶっていう感覚かな。だかこれすごい参考になったんだけど、まあ今言ったみたいに、未来に、 未来のために今を犠牲にするんじゃなくて、今をやっぱり生きるべきなんだっていう話ですね。でもそれってだけど、今の世の中で、じゃあどうすればいいの確かに中学生は高校受験があるし、高校生は大学受験がある。その中で今を生きる、今を楽しむっていう暇がないよね。僕なんかそういうのって結構、まあ、めちゃくちゃでしたから、中学生の時も高校受験の勉強ほとんどしませんでしたし、 高校の時大学受験はしませんでしたし、好きな道行こうと思ってましたから、まあめちゃくちゃですね。で、まあ音楽学校入ってから、もうどうだろう。そ、と歌が好きだったから、あの音楽学校、僕の入った音楽学校はクラッシックギターの音楽学校なんですよね。で、えー、歌とか歌ってると横目で睨まれるわけよ。<laughs> あこれこれ、何やってるんだお前。 ギター練習しとけよと。な、歌とか歌ってんじゃねえよって怒られるんだけど、そういう興奮を僕が変えてしまって、で、えー、言ってみればね、僕が変えてしまって、音楽学校自体がもうポピュラーをやるしかないねっていう興奮に変わってしまったっていうね。まあそのきっかけを作ったのが僕だったと思うんですけど、まあそれは多分当時を知っている人からしたら異論はないと思うんですけど、えー、そんな感じで、えー、僕は今を生きてきましたけどね。<laughs> これでゴミ太郎さんがさ、ほいで。<laughs> ほいで、ゴミ太郎さんが、えー、このほいでっていうのはあの方言です。<laughs> だから、できるだけね、標準語でしゃべろうとしてるんだけど、ヒュッとこう田舎言葉が出るんだよね。ほいで。<laughs> それで、幸せになりたいっていう話がよくあるけど、ゴミ太郎さんが言ってたのはね、絵本作家。俺は 幸せになりたいなと思ったことがない。なんでだろうって考えてみたら、多分、俺は男だから。男が男になりたいと思ったことは、思う人はいないだろう。まあ、ね、性同一障害の人はあるかもしれないけど。で、えー、俺は男で男になりたいと思ったことはない。なぜならば、それは男だからと。で、俺は幸せになりたいと思ったことはないのは、なぜかって考えてみたけど、 幸せなだからなんだろうねって言ってました。幸せだから、今が幸せだから、幸せになりたいっていうふうに、現状に不満がないんだ。だから、今を生きる。そうすると、幸せになれる。そして、現状に不満がなくなる。っていうことですね。これはね、いい、あいい教えていうかあ、共感しました。だ僕もだから、最近だから、今、毎日に不満がないんだよね。 で、今は4ヶ月休んで、まあその充電が残ってるっていうのもあるけど、そこでいろいろ考えたわけよいろいろ考えたわけよ <laughs> でやり方とかね。でも動画やめちゃおうかとか、いろいろ考えたわけね。もう、えー、動画やめちゃってもいいんじゃないかとか、いろいろ考えたんですけど、やっぱり動画やってるのが幸せだし、で、投資もね、やっぱり投資の情報も、 やっていいじゃないかとか、いろいろ思い、思ってね。まあ始めた時は、まだちょっと投資の情報に関しては、ちょっとアレルギーが残ってましたけどね。やりながらまた学んでいくわけよ。<laughs> で、今は、特に今の生活に不満がないし、やっぱりなんか、なんかちょっと嫌なとかはない。肉体的には疲れるよ、もちろんね。だけど、えー、特に不満,不満がなくて、結構ハッピーに生きれてるんですけどね。 ゴミさんの言うような、今を生きれてる。で今が幸せだから、えー、幸せになりたいとか、現状に不満がないっていうのはね、そんな感じで僕も今やってんだけど、えー、できてるかな。あと、ゴ、え、ミ、ー、太郎さんが、なんか俳句の雑誌の表紙の絵を描いてるんだけど、その俳句の雑誌を開きながら、みんなこれ先生にね、評価してもらいたくて、俳句書いてんだよね。 俺はこんなのは面白くないと思うって言って、その俳句の雑誌の差し俳句の雑誌の表紙を書いていながら、その俳句の雑誌を批判してるわけだよ。こんなね、俳句書いて、それで先生に評価してもらって喜んでるとか、あ、あほらしいと。別に俳句自分で書いて終わりでいいじゃん。<laughs> で、俳句書きたい俳句を、読みたい俳句を自分で読んで、それで終わりでいいじゃないかと。先生なんかいらないじゃないかっていう趣旨の発言をしておられました。 で、ゴミ太郎さんの絵本を見るとね、確かにそういう自由気ままな発想がね、随所に見られるわけですよ。で、確かに、まあ、先生はでもね、僕は必要だと思うよ。今もシナリオの教室で、やっぱり自由にこう表現するために、より良い表現をするための技術っていうのは学んだ方がいいと思うから、学ぶべきは学ばなきゃいけない。 昨日、瞑想の話をしたけど、瞑想も先生について学ばないと、ビパッサナーだっけ <laughs> 瞑想とかあるじゃないマインドフルネスとかね。あるけど、えっ、ー、と、僕が習ってる、習った30年近く前に習った瞑想は TM 瞑想っていうね、瞑想なんですけど、インドに伝わる伝統的な瞑想、いろんな流派があるけど、その一つですよね。それは僕は、その瞑想を学ぶ前に、 えー、自立訓練法だったりとか、あと森田療法とか、あのその頃僕、精神を病んでたんでね。で、えー、パニック障害になって電車に乗っても、まあ、名古屋に行こうと思って電車に乗っても、最後まで乗れなくて、途中で降り,降りなきゃいけないとかさ、<laughs> まあ、いろいろ苦労して、で、えー、そんなの人から見たらさ、パニック障害なんて言葉はその当時なくて、で自分が何の病気かもわからないんだよね。 で、なんでこんなに苦しくなるんだろうと。で、そのパニック障害ですよ。で、それで苦しいんで、えー、で、まあ、いろいろ研究して、その当時、できることはいろいろやってみたんだけど、何やってもダメで、もう諦めてて。んで、TM 瞑想っていうのを本を見て、良さそうだけど、本当かなと思って、またどうせダメなんじゃねえのか、これをと思って、まあ、ダメ元で行ってみたんだよね。 で、もうどうせダメだろうと思ったけど、まあ諦めてましたけどね。だけど、その TM テクニックは僕にぴったりで、それをきっかけに人生変わって、まあありとあらゆることが好転し、えー、まあ夢がかない、えー、そして、まあだから活動できるようになるわけだから、かあの、瞑想によって、なんか変な神秘的にな,なんかね、 昨日、金運カレンダーみたい。金運カレンダーで夢が叶うわけじゃないんだよね。やっぱり行動することによって夢が叶うわけだから。<laughs> それで、えー、夢が叶うようになって、来たわけだから。やっぱりね、それは先生について、瞑想は学んだわけで、それは学んだ方が良かったんだよね。で、今のシナリオ教室も学んだ方が良かったってが良いと思って今もやってるし、それは全然違うよ。先生がいると、いないとだよね。俳句もさ、 だから、その、俳句の、その、先生に見てもらっている人たちは、やっぱりより良い俳句を読むために先生についてるわけだから、それは僕はいいと思うんだけどね <laughs>。まあ、でも、ゴミ太郎さんは、先生なんかいらねえよ。クリエイティブな活動は、自由気ままにやればいい。創作で遊べばいい。遊びなんだっていう感じで言ってましたけど、まあ、それは達人の境地であってね。 まあ、400冊も絵本描いてるね。ゴミさんならではの、えー、発言かなと思うんで。この辺はね。この辺はと思ったんだけど、ここはすごい共感した。で、先生はいらないとか自由気ままに創作で遊べばいいっていうのは確かにそうだけど、僕も今ね、絵本とか絵とか紙芝居みたいな漫画動画とか作りたいんだけど、え画力はないじゃないだからさ、画力はどうしても欲しいわけよ。で今ね、えー、ちょっと、 まだ今ね、やっぱり教室変えた方がいいのかなとは思ってんだけど、最近買った本でこんな、えこれ昨日来た本なんですけど、まあ、今だから金があれば本を買えっていうか <laughs>、昔からそうなんだけど、お金があったら本買っちゃうんだよね。でえ、全部本にしてもいいぐらい、<laughs> お金を。それで、読む時間がね、今ちょっとあれなんだけど、こういうちょっと本絵のね、こんな本で面白い、この佐藤、佐藤福朗さんっていう、 方のあのどう方の本が面白いんで、そう思ってね、えー、本注文しまして、絵を勉強したいと思ってて、だから僕は先生は、えー、必要だと思うんだけどね、もみさんは先生いらないって言ってました。まあそういう境地に将来至りたいなぁと思い思いますけどね。あと 今日、朝倉みくるの話は、えー、しないしといけないん倉みくるさんの話ね。で、えー、だから、あ僕、朝倉みくるって人好きでして、割と。で、あの、YouTube で活動してて、格闘家で、最初知らなかったんだけど、YouTube で知って、それ面白い格闘家なぁと思って、かっこいいなと思って、で、憧れて。<laughs> これてジジイが若者に憧れるっていうのはね、あれなんだけど。で、ずっと試合とか追っかけてて、前のメインウェザーっていう人との戦いは、さっき言ったみたいに8000円ぐらい払ってみたんだけど、それぐらいまあ好きってや、好き。で、今回も迷ってたんだけど、えー、なんとなくね、僕今回は、朝倉未来は、負けるんじゃないかな、と思っていたんですよね。ただ、そこまで、まあ、めちゃくちゃあの、あの、こう、アッパーをね、 右ストレートをチンにくらって、チン、顎はチンって言うんですけど、えー、右ストレートをチンにガーンくらって、それで、あのー、リングに沈んだっていう感じでね、頭からこう落下するような感じでダウンしたの。ショッキングな、まあファンからしたら、ショッキングなダウンシーン。そしてなんとか立ち上がったんだけど、その後もボコボコにされて、でもう完全にダウン。 で、もう試合ストップと。まあ誰、どこからどう見ても惨敗ですね。で、あれで、えー、その後試合の後に、朝倉選手は自分で YouTube 更新して、で、自分今記憶がないんだと。朝倉みくるっていう人物のことを今調べてんだけど <laughs> って自分で言ってるね。なんか300万人ぐらいフォロワーのいる YouTuber らしいね、みたいな。<laughs> なんでこんなに。こいつあれか、なんかアンチが多いんだけど。 えー、生意気な人なんですかねなんて言って自分のことはね。だからおかしいんだよね、明らかに。だから頭、今日だしてだから、だから今日のね、頭打ちっていうのは、えー、ちょっとかけてて、頭打ったわけですよ、朝,朝倉未来はね。それで頭打ちっていうのにかけてもいるんだけど、ちょっと不謹慎かもしれないけど、ごめんなさいね。だけど、えー、まあ、本当に、その、格闘家っていうのは、命分けなんだよね。 二の字掛けで、本当に格闘技って、その試合、一個の試合で、えー、脳にダメージを受けて、一生もえー、そのまま、障害を背負うみたいな例は、もうマ挙に、いとまがないわけで、それで浅倉選手、あの負け方は、で、その後ね、気をが飛んでて、わかんないって言いながら、なんか YouTube やってたんだけど、あー、ちょっとこれはね、こんなことやってる場合じゃないぞと。 病院行かなきゃダメだぞと思ったんですけど、やっぱりその収録の直後に、周りの人が病院に連れて行ったらしい。本人は病院行くって言わなかったみたいですけど、周りは病院に連れて行ったらしいですね。だから、その後どうなったかわかんないけど、多分入院してんじゃないかと僕は思うんですけどね。精密検査しないとあれはやばいと思うんですけど。で、桜倉選手が負けた理由は何だろうな。あと僕は桜倉選手が、 負けるんじゃないかなと思ってた理由なんですけど、やっぱり YouTube というか、そのエネルギーが格闘技だけに集中できなかったんじゃないのと思って。集中できなかった。だからこれなんか僕ね、やっぱり、えー、自分のことでもあるので、 要するに、例えば音楽をやりたいんだったら、音楽に全エネルギーと時間を集中しなきゃいけないんだけど、それができないと、やっぱり弱いクリエイターにしかなれないんですよね。でただ僕はいろいろやりたいから、それでやっぱり一つでなんか突き抜けるというよりは、いろいろやりたいっていう人もいるんですよ。<laughs> で、僕は昔からいろいろやりたいので、えー、それが自分のスタイルだから、まあ、だから、しょうがないんだよね。で、朝倉選手も、 多分格闘技だけじゃなくて、いろんな企画を出したりとか、YouTube 動画を楽しみたいっていうのもあって、それで、それが彼の生き方だとは思うんだけど、やっぱり近年、やっぱそういう格闘技以外のところにエネルギーがちょっといっちゃったのかな。だからあの負け方はさ、ちょっとなんていうのかな、格闘家としての練習不足みたいなことをもうちょっと感じたんだよね。あ、あんな負け方しないだろ、う、彼がって思ったんだけど、 え、それはやっぱり、えー、普段からの、まあ格闘技っていうのも、楽器とかの練習と同じですから、やっぱり練習がものを言うわけで、練習ができてなかったんじゃないかなって僕はちょっとふと思う。ちょっとわからないけどね。えー、ふと思った。やっぱり格闘技に全エネルギーと時間を集中できなかったのが敗因なのかなって。それでまあ、この後彼は引退を表明してるんですけど、まあそれは、 意識が混濁している状態の引退表明なんで、まあちゃんとね、意識が正常に戻ってからの彼の考えがまた表明されるでしょうけど、ちょっとショックで、えー、昨日もう寝る前にだったんですけど、何度も何度も、まあ何度も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 、浅倉選手の,その、えー、ノックアウトシーンを見て、ちょっと。 これはどうしてこんなことになっちゃったんだろうなーって、えー、考えていたラジオジーです。はい、それはこういうことかなーってね。まあでもそれも彼の生き方だからいいんじゃないかと思うんですけどね。自分もやっぱり、えー、今みたいな感じだと、えー、もしかしたら、えー、ちゃんとクリエイターとして頭抜けることができないかもしれないなと思いながら <laughs> そんな感じで彼の試合を見ておりました。 50分。最近だんだん50分になってきたからね。はい。この辺で終わりましょう。えー、ということで、えー、今日、株バッチュ速報、えー、日経と今、最後になりましたが、桜選手の試合の話など、えー、お届けしました。ラジオアジーでした。また夜、夕方、お会いしましょう。